どうもこんにちは、今回はですねこちらです。でんでん、まずはハンモック、それとハンモック用の蚊帳。以前ですね、ユニジアのタープ、こちらをご紹介したんですけれども、あれが 3m×5m のタープでした。あの動画をですね、ユニジアさんが見てくださったみたいで、ハンモック使ってみませんかということで、今回こちらをですねご提供いただきました。でただですね、僕今までハンモックを使ったことがありません。なんで使ったことがないかというとですね、いまいちねどうやってつけたらいいのかわかんないとか、木とつないだりするのがめんどくさそうというようなイメージがありまして、勉強する機会もなく今に至るという感じなんですけども、ハンモックを、ね、使ったことがない人っていうのは、大体僕みたいな感じなんじゃないかなと思います。使い方がよくわからないとか、僕みたいな理由でですね、ハンモックを敬遠してる方っていうのも少なからずいるんじゃないかなと思います。なので、ハンモックをね本当に初めて使う僕がですね、実際使ってみてどうなのかと、設営しやすいのか、それともやっぱりめんどくさいのか、そういったあたりをですね今回は見ていきたいなと思います。一応ですね何もわからないなりに勉強してきたつもりではいるんですが、まずはねこれがハンモックと、このハンモックのベルトが2本、これは、ハンモックに付属してます。でそれと、ハンモック用の蚊帳ですね。であとですね、僕知識として知ってるだけなんですけども、木に巻きつけるときはですね、木にダメージを与えないようにこういった、タオルとかを巻くということが決まりのようです。ここのね管理人さんはですね、別にそんなやらなくていいよと言ってたんですけども、やっぱりですねおそらくあの日本のいろんな方がこの動画を見るかもしれないので、タオルをねちゃんと巻いてやろうと思います。じゃあまあとりあえずはどうしよう、ここでいいのかな、ここでも多分大丈夫そうなので、ここにねタオルを巻いてみましょう。こんな感じかな、まあ、とにかく巻けてればいいんだと思います。ほんでハンモックの紐をですねこう巻くのかな、グッと、多分これでいいはず、きっとね。でもう片側ですね、もう片側も同じようにやってみます。今ちょっと袋から出してみたんですが、袋はこれなんですけども、袋とどうやらね一体型みたいですね。袋の中に、どんどん閉まっていくというような感じみたいです。多分こんな形でいいと思うんですけどね、なんか好きな位置で止めちゃえばいいのかなと思います。張り具合ですよね、張り具合を見ながら、こういったね間が空いてますんで、こういったところにこうカラビナで止めるというだけで設営は完了みたいです。それではですね、多分こういうことだと思うので、ちょっと座ってみましょう。初ハンモックよいしょ、低すぎる。撮影とかせずに昼寝したくなってきますね、これ。こちらがですね、蚊帳です。こっちはね、正直あの付け方がよく分かんなかったんですよね、ホームページとか見ても。これもですね、やっぱり袋一体型のものです。チャックを開けてですね、こう中に通すみたいですね。
こう通していって、端っこはですね、こんな感じになってます。こんな感じになってるので、要はこれを中に通してあげる感じですね。なので一回外して、この中から本体を入れて、ここから出すと。よいしょ。で、こちらをグッと縛って、虫が入ってこれなくすると。付属のですね、コード。逆光なんで見えにくいかもしれないんですが、単純にですね、ハンモックはこれで固定されています。ここはすごく簡単、すごく簡単で、カヤはロープを伝ってこんな感じで設置されています。やっぱこれからの時期は虫ですよね。蚊とか、まああとアブとか蜂とか、まあいろんな虫がいるんで、ガとかですね、いろんな虫がいるので、そういった対策としてもこういったモスキートネットっていうのはいいと思います。はい、ということで今回はですね、こちらのユニジアのハンモックと、ハンモック専用の蚊帳ですね、こちらを使ってみました。実際ですね、今回初めて、ハンモックっていうものを使ってですね、設営も自分一人でやったんですけども、すごく使いやすいと思います。使いやすいだろうと思うポイントとしてはですね、まずこれですよね。設営の仕方が、だいぶ楽でした。思ったより全然楽。ただ木の幹にですね、巻きつけるだけでいいということと、あと本体はですね、こうやってカラビナでくっついてるだけなので、ベルトとハンモック本体を本来であれば紐で結ばなきゃいけないはずなんですけども、このカラビナ一つで済んでしまうというのは、かなりですね、初心者としては扱いやすいポイントなんじゃないかなと思います。やっぱりこういうものってですね、頻繁に使うと思うので、なるべくですね、設営が簡単なものでないとだんだんこう面倒くさくなってきちゃうので。シャクトリムシがいる。まあまあそういう意味でもですね、このハンモックかなり使いやすいと思います。ということで今回は、ユニジアのハンモックと、ハンモック専用の蚊帳、こちらを使ってみました。概要欄の方にですね、リンクを貼っておきますので、気になる方は見てみてください。それでは